選挙で応援演説をするセルノビッチマイク・セルノビッチはアメリカのオルタナ右翼のソーシャルメディアのパーソナリティ、作家そして陰謀論者である。彼は新右翼とアメリカのナショナリストを自称している。セルノビッチのウェブサイト、危機と策略は2012年に開設された。このウェブサイトは最初は主に男性の社会的地位の向上に関する内容で知られていた。 2016年のアメリカ大統領選挙期間中、このウェブサイトは大いに親ドナルド・トランプかつ、反ヒラリー・クリントンの政治的なブログになっていった。セルノビッチは定期的に陰謀論を宣伝している。例えば、ヒラリー・クリントンや他の民主党の交換は、ワシントン DC のピザ店の地下にある小児性愛組織に参加しているといった陰謀論を唱えている。セルノビッチは現在は、 ウェブサイトインフォーウォーズが配信しているラジオ番組アレックス・ジョーンズ賞のレギュラー司会者を務めている。この番組はしばしば右翼の陰謀論を宣伝している。ニューヨークタイムズのオルタナ右翼のアジア系フェティッシュという記事によると黒人男性ジョージ・フロイド死亡事件の加害者であるデレク・ショービンの妻が門系アメリカ人だったように白人男性のナショナリストは アジア系女性を好む傾向があるという。オルタナウーヨクのソーシャルメディアパーソナリティである、セルノビッチ、デイリー・ストーマー創設者のアンドリュー・アン・グリン、国家政策研究所所長のリチャード・ビー・スペンサーなどは、アジア系女性と交際、結婚している。特に、リチャード・ビー・スペンサーは、アジア系には何かがある。可愛いし、頭もいいしねと述べており。 白人がそれ以外の人種より優れているという白人至上主義、反多文化主義を掲げ、非白人の排斥を叫ぶオルタナ右翼がアジア系女性を好むのは奇妙であるが、ニューヨークタイムズによるとそこに矛盾はないという。ありがとうございます。